イングランド一部ブライトンの日本代表 MF 三オ薫は9月24日に行われたプレミアリーグ第6節ボーンマス戦3から1で途中出場ながら2ゴールを挙げる活躍を披露。同日、トットナムの韓国代表 FW ン,ンミ民ンも第6節アーセナル戦2にで2得点を決めた。中国 IT 大手テンセントが運営する天神網はソンフンミ民 三オ薫が共にプレミアで2得点。誰がアジアナンバーワンプレイヤーか、との見出しで、両者の活躍を取り上げている。動画、ファティー払ってくれてる、ブライトン三オ薫に同僚 FW が、優しい心遣い、見せた瞬間。コメント欄では、3球王、三マの愛称、は、マンチェスターシティに行けるとの投稿もあり、中国ファンの間でも三マの評価はかなり高い。 ブライ、中国代表 FW 0がアジアナンバーワンだ。という中国ファンの投稿もあるが、ラリーガのエスパニョール、当時一部、を退団して中国リーグに戻った中国代表エースと、現役でプレミアリーグの第一戦で活躍する選手を比較するのは少々無理があるだろう。孫憤民は長く欧州5大リーグでプレーし、 2021から22シーズンにはプレミアリーグ得点王も経験した世界的な選手。また長く彼がアジアナンバーワンの選手という位置づけであった。ソン・フンミンがトットナムに加入した2015年、ミトマはまだ J1 川崎フロンターレの下部組織に在籍、翌年に筑波大へ進学した。そんなミトマが急成長し、今やソン・フンミンと並び比較されるまでとなった。 ミトマが孫憤民に追いつき追い越せるかどうか、世界中のファンが注目している。